関慎吾さんです。慎吾さんがやってません。ちょっと偽アカなんだけどね、どうしよう、まあいっか。足抜きさんからのツイートで、関慎吾5日間配信なしということです。これ心配だよね。訴えられてるんです、関慎吾さん。400万ぐらいだっけ、相手側に。これ気を病んでね、頭おかしくなってなきゃいいけど、病んだと思うよ。こんなね、バカ高い請求額来たら心配なら電話しろよ。電話番号知らないし、 LINE も知らないよ。これだから、もんちゃんとかがいいんじゃない？ 5 日間配信やってない、しんごちゃんって。あ、もんちゃんもなんか裁判する的なこと言ってたからね。電話はもしかするとしないかもしんないけど。偽善者野郎？まあ友達じゃないからね、そもそもが。だから悪いけどね、こうひどい言い方しちゃうと、しんごさんが亡くなったらちょっと別に泣きはしないと思う。まあ寂しいなぐらいだと思うけどね。絡みがないよ、もう一回も会ったこともないしね。ゼロワンとかね、養分とか政治とかね、まあいろんな配信者がその結構絡んでいたら、まあでもそれでも泣かないかな、ちょっと悲しい気持ちぐらいになるぐらいで。俺多分ね、人の死に対して最初で最後に泣いたのは母ちゃんぐらい。あとは他人の死であんま泣かないかも。俺心結構冷めてるかもな。だってみんな俺が死んでも泣かないでしょ。そんな感覚じゃない？泣く？俺が死んだら。はい。母ちゃんはちょっとあの目の前で泣いちゃったね。なんか弱ってる母ちゃん見たらね、大粒の涙流してよ。ゼロワンあかんない、死んでみないとあかんないよね、その時の感情が。ゼロワン死んだって言われたら俺どんな感情になるんだろう。泣くのかな。いちいちそれを言う必要性ある？別にいいじゃん、そういう話の流れなんだけど。言う必要性はないよ別に。でもそういうは、そういうね、談笑を交えてね、喋ってるんだよ俺は。俺という人間をどうでもいいだろそんなの。七原くんが死んでも泣かないよ俺は。あ、でもエルマルとかね、クマが死んだら泣くかもしんない。そこは泣くかも。元カノたちが死んで、カレンだって泣くかもね俺は。まあ、ツバニャンも、ツバニャン泣かないかな、これ申し訳ないけど。泣いちゃうかもね。思い出がね、俺ね、写真持ってるんだよ、元カノたちの写真を。たまにそれ見てね、こういうことがあったんだなってね、思い出してる。キモいかな。カレンと一緒になんか箱根行ったなとかね、思い出してるよ。じゃあ次行きます。次が、あというか関慎吾さん5日間放送なしということです。次、あ、これ石川のるいきさんの家にギフトが届いて、炊飯器の中を開けてみたら炊飯器が届いたんだって。炊飯ジャーが、中を開けてみるとうんことウジ虫が入ってたらしいです。やばいね、これアンチの仕業。知ってる、これ昨日枠見てた人だったらわかるかもしんないけど、しかもうんこが人間のクソだったらしいです。でウジ虫、それを見ちゃったらしい、石川のりゆきさん。あれ嘘くせえけど、いやー嘘じゃないと思うよ。だから多分アンチの仕業だね。もうアンチやめましょうよ、そういうことするの。何が楽しいのねえ、やばいってやってることが。やっぱのりゆきさんもアンチはいるんだね、これイカれてるやつが。あ、お昼時にすいません、ちょっと
だ警察にも連絡したんじゃなかった？うん。はい、相当、なんか、おえおえってなってたらしいけど。アンチなの？いや、アンチじゃないの。これ、なんなのこれは。アンチ以外しか考えられないでしょ。人のクソとウジ虫って。それか、何？そういういたずらで会社がやったってこと？そんなことしないでしょ。アンチじゃないの。はい。あ、ちょっとラップ口調でね。あんま言うなって言われてるんで言えないんですけどね。はい。あ、ご飯中すいません。カレー食ってる方すいません。申し訳ないです。で、カレー食ってたらうんちにね、見えちゃうんでね。すいません、うんことか言って。申し訳ないです。あ、カレーうどんだったら大丈夫ですよ。はい。じゃあ次行きます。ちょっと汚い話なんでね。次が、あ、ゼロワンさんですね。うん。ゼロワンさんがツイッターで、PCR 検査を受けに来たというふうにツイートしてました。で、今日の夕方ぐらいに、コロナかコロナじゃないかっていう検査結果が出る予定です。で、もしコロナに陽性だった場合は、しきちゃんの家に行く予定らしいです。で、コロナだったらしきちゃんの家に行く予定。コロナじゃなかったら東京に帰る予定と。今ね、福岡で身動きが取れない状態となっています。九州で。はい。なぜっていうと、しきちゃんがコロナウイルスに感染しているからです。で、ゼロワンは濃厚接触者となりました。これはね、パチオジもカヤクさんもそうなんだよ。でもカヤクさんなんか昨日 FX でなんか13万か何万か負けてね、なんか PCR 検査受けた気配ないんだけど。受けるのかね？仕事してるでしょ？あの人、カヤクさんも。どうなんだろう。陽性でも行かないってさ、